バレンタインには例年多くのイベントが開催されるものですが、お菓子で街を作ってしまうとは。ここまで規模の大きなものはなかなかありませんね。架空の街としても面白いですし、家のデザインも様々、老若男女が楽しめるイベントと言えるでしょう。その点もうまく PR したいですね。しかし本物のように手触りや香りまで工夫されているのは素晴らしいですが、逆に言えば誘惑の多い場所です。撮影の際は小物使いに注意しましょう。おや、あそこにいるのは篠宮さん、向こうの角にいるのは聖川さんですね。二人とも下調べをしているはずですが、少し様子が。やはり道に迷ったようですね。迎えに行きましょう。ちょうどよかった。魅力にあふれた街の PR ポイントを絞るのに二人の意見を参考にできますね。さあ、スイーツタウン内の秘密の場所に案内します。大通りから少しそれると、シンプルなウェハースの色を生かした居心地のいい路地が姿を現します。細い道を少し進めば、ジンジャークッキーの扉が目印の大きな建物を見つけることができるでしょう。この中ではお菓子の展覧会が開かれているのです。ここでなら展示品を見ながら二人きりでゆっくりと語らうことができます。あなたの気に入ったものを私に教えてくれませんか？少しなら味見をすることもできますよ。甘いものの気分ならホワイトチョコ、そうでないならビターな生チョコを。あなたの反応はすべて愛おしい。スイーツの甘い香りは心を少しだけ素直にさせてくれるようです。いつもは言えない心の奥もこっそり教えてもらえませんか？